主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの心に喜びと力をお届けする、心に光を。今日一日があなたにとっていい日でありますように。心に光を、有木義武です。今週この時間にはピアニストでありバリトン歌手の時田直也さんをお迎えして信仰体験談をお聞きしてきました。今日が最終回です。今日は時田さんのもう一つの活動の紹介があります。ライフワークとしていることの一つに聖書を朗読するというのがあります、うん、そしてもう一つは聖書の御言葉そのものに作曲をする、うんうん、でその通りを歌うんですか。その通りを歌うんですね、うんうんうん、はい。それでまあ CD を今回出させていただいたんですけれども、とにかく今御言葉に作曲をするということ、これはね、まずマタイ福音曲というのをやったんですよね、うん、でマタイによる福音書の中から、ちょっと選びまして29曲を選んで、うん、はい、作曲をして CD を作ったんですけれども、この御言葉をに曲をつけるっていうことで何が良かったかというと、御言葉を覚えられる。でこれね、曲をつけると覚えやすいんですね、うんうん、で曲をつけないとね、ちょっと覚えるのにちょっとこう勢いがいるんですね、うん、やっぱり曲をつけるとまず覚えやすいということと、そして御言葉に曲をつける中で御言葉が私の中でずっと心の中でこう広がっていくんですね。案外御言葉に作曲をするということで CD 買い求めてくださった方なんかがですね、非常に喜んでくださるんですね。御言葉はすぐそばにいるような気がすると、うん、イエス様がすぐそばにいるような気がすると言ってくれた人がいるんです、うん、で朗読とまた違った響きがあるのね。そうですね、朗読とはまた違った響き、でそこでちょっとね関西イントネーションで御言葉を朗読して、御言葉を語って、そして歌う、語って歌うということで、うん、ずっと29曲を進めていくということですね。で、だからさっきおっしゃった、はい、私のうちに歌、はい、聖書の言葉を歌うことで、はい、私のうちに広がっていくというような言い方をされたんですね、はいはいはい、それはもうちょっと具体的にはどういう経験。はい、広がっていくっていうのは、そうそう、私自身の心の中にですね、うん、例えば私はいつもあなた方と共にいるという聖書の箇所がマタイによる福音書、これはイエス様の言葉ですね、はいはい、このイエス様の言葉で、うん、28章の最後のところにあるんですけれども、うん、私はあなた方と共にいるという言葉が自分の生活の中でこのなんかスーッとこう御言葉が、まあ、広がったという表現をしましたけど、まあ、入ってくるという感じですね。だから自分の生活全般にその御言葉がとどまっているっていう感じでしょうね。響いているということですね。だから私はあなた方と共にいるという言葉がメロディーをつけることによって自分自身の心の中にずっとこうとどまっているということですね。そうすると毎日の生活でその時その時こう心に響き渡るという経験がありますよね。ありますね。その CD は幸せとかなんてこれ題であったかな。これはマタイ福音曲幸いですね、はい、というタイトルですね。この1週間時田直也さんありがとうございました。続いてのご活躍が主に守られますように。なお
時田音楽事務所の電話番号は078-291-8845、 078-291-8845 です。今日の賛美は先ほどのお話にありました CD マタイ福音曲幸いから、私はいつもあなた方と共にいるです。これで心に光をの時間を終わります。